あ、いや、こっちかこっちかなってなってて、京都大学大学院工学研究科と社会工学専攻助教の中尾です。 Wi-Fi センサーっていうのを桂キャンパス内に設置しまして、研究の目的としては食堂での混雑を、まあ、予測すると。食堂混雑するのは、まあ、正午のお昼時なんですけど、午前の大学内に入ってくる人数からそれを予測するっていう研究になります。これがその外で設置するってなると、まあプライバシーに関わる情報であったりとかっていうところで説明がちょっと大変になるっていうところもあるので、まあ大学でやるっていうのはまあ難しさっていうより、まあある意味簡単であったっていうところですかね。この Wi-Fi センサーっていうものは、まあ、僕らが作ってるわけではなくて、社会システム総合研究所の西田先生とその太田さんという方が作られているんで、その方々と一緒に今日は設置をさせていただきました。社会システム総合研究所の代表取締役しております西田です。京都大学の方では経営管理大学院の特命教授を拝命しておりまして、まあ、大学の方と会社の方と両方の活動をしています。Wi-Fi パケットセンサーというのがあって、でこれがスマートフォンとかのですね信号をディテクトして、でセンサーの周りにいる人の数や滞留時間や移動のパターンですね、でそういったものを検出できる機材なんですけども、設置場所についてはですね電波の取得をしやすい場所から指向性いろんな問題があるので、そのあたりをご相談しながらですね適切な場所にインストールをするということのお手伝いをしております。で我々普段導入をしているのは、例えば観光地の流動解析であるとか、で昨今コロナの関係で密になっている施設の検知をするとかですね、そういったことが多いんですね。で逆にこういった大学のようなエリア内でやる機会はそれほど多くはないので、どういう結果が出るかとっても楽しみにしているところです。できればこの中の人らの数を取りたいなと思ってたんです、はいはい、もう全然問題なく、仮止めテープで貼って、モール貼った方がいいですか、これ入れた方がいいですよ、取りながら見てると思います。准教授の島海安定です。京大は12年間なんですけど、で研究のは今 ITS 研究室で、大体公共交通と、まあ、ネットワークデザインと人の移動パターンとかで、その研究がメインです。今までで Wi-Fi センサーのいろいろな実験今日研究でやりました、まあ、Wi-Fi センサーでバス停の列に測るできる、その研究にやりました。で、まあ、いろいろ中尾先生と相談した、でカフェテリアの Wi-Fi データで使おうで、いつで混むの予測できるかどうかで、そのアイディアだったで、その研究の始まりました。I have got to learn a lot, so we hope it can help the community to become more lively again and have safer social interactions as we emerge from the pandemic. Yeah. 今すでにですね、かなり の箇所に設置が進んでるんですけど、京都駅、それから大阪駅、難波、奈良駅で、それに加えて先週ぐらいからですね、関西国際空港、伊丹空港、神戸空港といった空港にも設置しておりまして、そういったものを使いましてですね、都市圏レベルで広域的な流動がどういうふうに
動いているかと、これはリアルタイムで処理が分かるので、どの経路が渋滞しているのか、そういうことが分かるので、都市圏の計測インフラとして活用していくことができたら面白いと思っています。なんかキャッツラキャンパスのもうどこら辺でどこ行くの人も分かる、知りたいとか、学生の方にも勉強やすいになるように、まあ、一つの課題もありまして、まあ、ちょっと今年1年は人数を予測する、まあ、数式みたいなのを作れればいいかなと思ってて、まあ、社会的に意味はないんですけど、それを数式作ることによって、まあ、予測した情報っていうのを学生であったり教員の方であったりに伝えて、で、まあ、混雑を緩和するっていうところが、まあ、研究の狙いで、はい。